Audio Jungle。すごい高級なデートをしたんじゃないかなって思いますし、あとこういうなんか衣装とかもすごい大人っぽくして、だからご飯も美味しかったし、すごい楽しかったです。そうですね、まさにその、まあ、リベンジガールっていう映画の主題歌なんですけど、歌詞も今回自分で挑戦して書いたし、あと映画の中でもこう最後にはこう本当にまさに今日のデートのような素敵な女性になるっていう、そういう内容になってると思うんですけど、まあ、曲もそういう感じで、もっとこう自分は素敵になるんだよっていう内容になってるので、まあ、今日のデートはまさにそういう感じだったんじゃないかなと思いますし、あとリベンジガールと同時に発売する今回自分のドラマの主題歌になってるマイアイディも発